ぞ。マイマスター、なんだか元気がないね。子供ならピクニックは大好きなはずだろ。そんなことじゃ青空に笑われるぞ。それカモン、共に歌おうじゃないか。誰がここだ。俺様はこう見えても1313歳だぞ。精神年齢もお前よりずっと上だ。精神年齢は同レベルなんじゃないですか。ちなみに私は1470歳。私は、えっと、
そこそこです。そこそこ？そこそこっていくつだ？そこそこは、そこそこ。お前、天使だろ？だったら正直に言え。1509歳です。フロンちゃんって私より年上だったの？ババアだババアだ。ババアって言うな。驚いたわね。とてもそんな年にも見えないわ。だから人間は愚かなのだ。外見だけで判断するな。あら、言ってくれるわね。それじゃあ私も うまく逃げたわね。それじゃ、月よりです。うわ、お弁当が。お久しぶりですね、マドモアゼル。たぐわしいタホリに誘われて。あ、チューボス、弁当返せ。ノン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 。男ヤモメの私にとって、この手作り弁当はまさに砂漠で出会ったオアシス。返すわけにはいきません。久しぶりに出てきたと思ったら、説もなく情けない理由での登場だ。中ボスさん、お弁当作ってくれる人いないんですか？かわいそう。そういう同情はおやめなさい。ズキッとハートが傷つくじゃありませんか。待ちたまえ、中ボス君と言ったね。その弁当は私たちのものだ。おとなしく返したまえ。ほう、誰かと思う。その通り、地球勇者キャプテンゴードンとは私のことだ。その勇者がどうしてこんなところで悪魔と一緒にピクニックしているのですか？黙れ。私だって好きでこんなところにいるわけではない。まあいいでしょう。せっかくですから、地球勇者とやらのお手並み拝見といきますか。さあ、この手作り弁当を取り戻せますか？あ、この、待て。今まであんなのを相手にしてきたかと思うと、この上な。